もう1個のボタンを押すのも結構大変なんですよ。見えなかったりとか、とか知ってて、ね、まあ、ちょっと知りたい、出したいんですけども、ね、はい、出ました。じゃあ、またね、シューティングティップっていう感じじゃないですけども、一応いくつか紹介してみましょう。ここはもう何と言っても、このパンですよね、切れたのが。ここから、まあ、ゆっくりと、まあ、今ちょっとこの赤い人が一緒になっちゃってますが、まあでもこれだけ人があればね、これもいいかもしれませんが、ね、見てるっていう感じですね。でまあ、あのズームアウト、我らはダイヤモンドヘッドからゆっくりと、確かにね、綺麗なものはあまりあのすべてことを言わず綺麗に見せてよっていうのがあるかもしれません。でまあ横パンですね、ちょっと上から下に下げつつ切ってあげるという感じですね。あとは切り取り目、これねちょっとあの波を見てるサーファーの人なんだけど、ちょっと後ろがいいですね。暑苦しそうな観光客の人がいますね。あまりあの行っちゃうとなんとかになるんですけども、まああとはよくあるので水に戯れるものがあるんですね。こちらにあのカップルの人がいたりとか、ね、まあ結構気持ちよさそうに皆さん寝てますよ。まあ、あとはねこういう海岸線があったらいいかもしれませんし、近くね、あとは子供を入れてあげるとか、こういうのもいいアイですね。じゃあまたあの反対側でちょっと絵を作ってみますと、ちょっと待ってくださいね。こっちもね、あとこういう海岸をそういう、まあ、遠目で打ってね、こういう人が歩いてるっていうのも、まあ、歩き方が変なのかもしれませんけど、まあ、一個あるかも、まあ、あとはねサーファーとかスタンダップですけど、大きくですね、でかいですね。もう手が回んなくて、まあ、大体スタンダップの真ん中にあの穴が開いてて、あの辺でやって持てるようになってますね。まあというような綺麗なところです。まあ皆さんもどこだか当然のことながらお分かりだと思うんですけども、今日の場所はあとですね、こっちでもいいですからね。でまあオリジナルのフレームはこれなんで、一応これで切らせていただいて今日の一番家ということで、そうですね、これどういうことになったかと言いますと、これは今日は15番目の絵ですね、ナンバー15ダイヤモンドヘッドビューアットワイキキグレイビーチって言います。ここね、あの結構ワイキキの外れのグレイビーチでところで、あのヒーリング作用なんかもね結構あるとかって言われる場所なんで、皆さん来た時には一回ね、絶対海に入ってちょっとね、この皆さんのようにプカプカ浮いていくだけでも、効果があるということらしいので、それをそれでね、試していただきたいかななんていうふうには思っております。てな感じで、今日も早速いくつかやってまいりましたが、もうちょっと時間があるのかな、だんだんなんかね、この感覚が
わかんなくもなってきますが、じゃあもう少し 2,3 万円お届けしてから、確かにね、あの音楽でもこの辺で奏でられれば美しいっちゃ美しいとは思うんですけどもね、なかなかそうも言ってないみたいで困っちゃったりしちゃうんですけどね。ね、今ご覧のようにこうやって水が全部来て、これでうちも結構大変になってしまったんですけども、まあ今日は綺麗に絵がまた出せたということで、明日もちょっと明日はちょっとかなり秘密の場所から、お送りしようかななんていうふうに思っております。今日もあの15分間、ね、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、昨日のようにね、たまに出ない時も電波があるとは思うんですけども、まあ、なるべく、ね、必ずできるようにしていきたいと思います。親父ハワイ百景、あれフォーグランドすいませんね、一個も豚間違えちゃった、こっちやね、これどっち、こっちと同じハワイ百景、今日の一枚絵、ダイヤモンドデッドビューでした。ではどうも失礼します。